どうも、達也です。さて今回ですね、不安や恐怖心を軽減するための呼吸法、5分間を一緒にやっていこうと思います。やり方はとても簡単なので、ぜひ、真似するところから始めてみてください。やり方は、まず口から息をふーっと吐いて、体を脱力させて、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。これを繰り返します。詳しいやり方は実践しながらお伝えしますので、ぜひ、始めるところから始めてみてください。では一緒にやってみましょう。まず口から息を吐いて脱力します。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。繰り返します。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。続けてください。ゆっくりと呼吸を行いながら、ゆっくりと呼吸を行う時の体の感覚にも注意を向けてみましょう。息を吸う時にゆっくりと肺が大きくなる感覚、そして息を吐く時にゆっくりと肺が小さくなる体の感覚にも注意を向けながら、ゆっくりと心地よい程度に呼吸を繰り返しましょう。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。続けてください。呼吸を行う時の強さや感覚、そしてペースなどは、自身が心地よいなと思えるようなものを自分で体験を通して選択してみてください。ゆっくりと呼吸を行いたい方は、ゆっくりと呼吸を行って、より深く呼吸を繰り返したい方は、より深く呼吸を行ってみましょう。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。
鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。続けてください。最後にもう一度鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。はい、お疲れ様でした。少しリラックスできたと思います。こうやってね、今リラックスできた感覚っていうのをじっくりと観察してみてください。体の感覚はどうでしょうか？筋肉の張り具合はどうでしょうか？呼吸のペースはどうでしょうか？頭は少し、クリアになりましたか？こうやってちょっとずつね、深呼吸をすることで自分がリラックスできたんだという、そういう感覚を、毎日のように繰り返してみてください。そうすれば深呼吸をすれば体や心はリラックスできるんだということを学べると思います。そしてね、今後それを繰り返し繰り返し行うことで、自分が意図的に再現、自分のリラックスを再現してみてあげてくださいね。そしたらちょっとずつ、気持ちが落ち着いてくると思います。そして今日、頑張ったことっていうのを日記帳などに書いて、自分の努力を見えるようにしてあげてくださいね。そういった自分の努力を見えるようにすることが今後の自分の支えてくれることにも役立ちますので、ぜひ、もう紙とペンを用意して書くようにしてみてください。では、今回の呼吸法はここまでです。きっと大丈夫なので、またこの場所でお会いしましょう。またね。大丈夫です。ちょっとずつね。